はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約の、これですね、太陽光発電所。はい、これをやっていこうと思います。これで一応拠点の電力は復旧したが、発電機一つで何もかも賄えるわけじゃない。将来的に太陽光パネルを設置する予定だったんだが、電気系統が落ちてしまった今となっては、もはや急務だ。ということで、鉄骨張り2個。とソーラーパネルがこの川に散乱しているので、これを4つ集めて、この、太陽光発電所に届けるという、まあ、ミッションなんですけど、まあ、2回に、ね、分けて運んだりするのがめんどくさいので、1回で行こうと思って、とりあえず、まあ、鉄骨割り2個はね積んでおきました。これで、はい、まあ、これで行きますよ。うん、でどうしようかな。どっちから取っていった方がいいんだろう。こっちに1個、1個こっちにあるんですよね。で、残り3つこっちで、帰り道を考えると、どうかな。こっちで3つ取っちゃいます。でも、この川渡るの結構辛いんですよね。こっち先行きましょうか。まあ、あんまりこの道取ってないしね。なまます。まず行きましょう。行けるかな。どうかな。早速なんか道ひどそうなんですけどね。こっちは、探索で通ったっきりぐらいかな。後ろ見てないからさ、鉄骨まで落ちててもちょっとわかんないかもね。落としても普通に傾いたら落ちると思うんだけど大丈夫。ぶつかったりとかね、気使いますよ本当こういうのね。今んとこ大丈夫ですよ。後ろ見てると前がこうやって進行方向がずれたりする。際どいな。トレーラーにしといたのは、まあ場合によっては切り離してね、動けるので、でちょっと川の中のものを取ったりする。トレーラー引っ張ったままはねきついかなと思ったので、トレーラーにしてみました。なんか落ちた。大丈夫よね、物音が。常に後ろは見れないので、なんていうか気になったら見るっていうスタンスでいきますか。あ、ここすごい深いんだね。水大丈夫、ギリ進んでる。この辺、これはどっちだ。まっすぐかな。まっすぐだね。あ、ちょっと待って、あぶね。まっすぐだと怖いな。まっすぐだとでもちょっとなんか引っかかりそうだね、あれ。あそこちょっと嫌だな。左右どっちにも迂回路があるっていうこの。ここ3択なんだね。ショートカットルートはこっち、多分楽に行けるのはこっちなんじゃない、外側。でもショートカットルートで行きますよ。そんな遠回りなんてしてられないですか。ここ多分木があるんでウィンチ使えますから、やっぱないですよ。よっと引っ張ろう。ウィンチ。ちなみに後ろの鉄骨張りは2個とも固定されてないです。うん、もう安定感はなしですね。本当どっちも固定されてないから、固定しちゃうと1個を固定してその後ろに挟むのはちょっとね、あのサイズ的にできないですよ。でだから横に倒してるやつをちょっと前にずらすんですね。うん、ただ後ろに隙間ができるので、その隙間に、もう一個の鉄骨張りを差し込むと。まあそういうやり方になってます。はい、やりたい人はやってみてください。まあ、変な積み方してる人ではあんまいないですよね。みんな、ま、真面目ですよ。本当に。
まあ、あの上に積んでいくのはねたまにありますけど、3段ぐらいまでは積めますか、はい、大丈夫です。とりあえず橋まで無事に落とさずに来れました。割と安定してる。上り坂の方がいいと思うんですよね。下りになるとこうやってちょっと手こずばりが前にどんどん来ちゃうんで、まあ、でもこの煽り付きの荷台にぶつかって落ちるとこまではいかないと思うんで、ね、多分大丈夫だと思うんだけど、よし、とりあえず橋まで当たるところまで来れました。はい、ここに燃料があって、こっからやな。とりあえずこれ拾うでしょ。こっちまで行きたいんですよ。この川沿いを走っていくか。で最後どっかでちょっと登ってこう行く。まあ場面に応じてトレーラーは、切り離してもいいからね。ちょっとそっちに行きたいけど、回り込んでいくか。まあ、倒木がちょっと邪魔。燃料トレーラーぶつかる気がする。大丈夫で、ちょっと、拾ってクレーン作業してから給油していきましょうか。届くよね。よし、この時についうっかり荷物乗せるでしょ。で固定するってやっちゃうと後ろがバグると思うんで、その扱いを気をつけないといけないですね。ここは一旦トレーラー切り離しをしてから荷物を固定して、で取り付けでクレーンを戻し燃料を補給。手順をね間違えるとめんどくさい、何かとめんどくさいことになる。今うっそ、無理だ、ここ乗り上げられない。ロギアでしょ。え、引っかかんのこれ。無理だ。そんな段差だったのか。ちょっとかわしていかないといけない。かわしていこうとするとまたなんか壊れそう。パンクはしてない。よっと。はい、はい、いいよ。こっちね。とりあえず川沿い。なるべく平らなところを選んで。走っていきます。前回ちょっと溺れたんでね、川で左折を走るのはちょっとトラウマがあるんですけど、あの、いけるかな。で、まあ、このまま行けるとこまで行ってちょっと坂を登って合流しましょうか。結局最終的には前も後ろも化石さえしていかないといけないんですよね。骨張り2本、ソーラーパネル4つだから8スロット分の荷物を運ばないといけないんですよ。これ先どうやって行ったらいいの。そこ登れへんよ。あそこ登れる。ちょっとここくぼみがあるけど、ここは登れるんじゃない。木をなぎ払っていけばいけるか。なぎ払え。そう、この地面が安心するみたいな、ちっちゃい石が埋まってるやつ。引っかかる？鉄骨まで引っかかってる？大丈夫かな？ずれてるけど登りきるとこまでは行きたい。よいしょ、いける。登ってはくれる。頑張れ。大丈夫。ずれてきてる。ずれてきてる。引っかかってる。どこだ？道はまだか？何？沼地？もうちょっと先やな。この辺がでも通り抜けにくいよね、少し。しよっかな。こっちの、この辺まで行ってトレーラー一旦置いときますか。その作戦で行くか。飛びに行くか。そうやね。どっちみち荷物修正したりしないといけないんで。93メーター。
この辺りはウィンチ使いながらまあなんとかいけるでしょう。ぬかるんではいくけど、うん、おっと見えない見えないダンスがさらに落ちるんちゃう。これ大丈夫。 OK ついてきてるね。えらいえらい。こっち木には当たらないんでね、いいんですけど、石には当たるんですよね、荷物。お、ちょっと怖いよ。こっちに傾いたからちょうどいい感じに戻ったんじゃない今すごい、ちょっとした小技。ここですね。こっちから行こうか。で、よし、抜けてこれたね。ここでちょっと切り離して、で、どうしようかな。荷物の、ソーラーパネル持っていく？置いていこっか。とで、まあちょっとクレーンどっちみち使うか。身軽、少しでも身軽にしておきましょう。よし。はい。ここで。トレーラーはいいし。これでいこう。で、岩の間じゃなくてこっちが通れたんで、よいしょ、最初に行った時分かってますか。ここね、こっちの川下の方から行くか。いける、よし。なるべく川に浸からずにクレーンだけで拾っていきたい。ここは届きそうだね、普通。大丈夫。はい、クレーンモード、アンカー出す。はい、届きますね。はい、よいしょ。で、まあ、1個は取れたんで、燃料は、大丈夫かな。入り道次第ですね。荷物を落としたりとかしてるとちょっと足りなくなるかもしれない。最後にその手前のやつを取るとして、先にじゃあ奥のやつを取るか、多いやつから取っていきます。どの辺にあったっけ。こっちでしょ。トレーラーの奥から川に入った方がいいかな。大丈夫。この辺もちょっと浅いもんな。あっと、ちょっと倒れるかも。ちょっと怖いよ。流れがね結構早い。この辺からもう届かへんかなあ、でもこっちにトレーラーが結構邪魔。もうちょっとで届きそうですね。あんまり入りたくないね。流されそうです。届いてアンカー出しとく。まだか、まだ届かないか。もうちょっといった。無理かちびちび嘘。これでもういけるんじゃないか無理な、もうちょっとクレーンの判定に今回はだいぶ悩まされてますね。ちょっと倒れそう、出てこないね。点が裏返ってんの。あれ裏返ってはない。そうだね。よいしょか。これちょっと嫌な感じだけど進むしかないね。なるべく、お、届いた。よし、この距離で。荷物自体は軽いんで、ね、来てますね。で、はい、固定してクレーン戻して後ろに戻りたいので
全部これトレーラーか、ウィンチ。もうちょっと下がらないとウィンチは届かない。出る？下がって。いける？わかんな。トレーラー使うか。トレーラーもでも動いちゃうよね、結構。なんとか。あ、微妙やな。まあでもちょっとずつは下がってきてるか。うん、いけるね。もういい、もういいよ、トレーラーは。で、こっちを、これ、この木に引っ掛けて、登っちゃう？おっと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 。わ、なんか傾きそう。ちょっと修正しようか、方向。この角ってデフロック使わなくても大丈夫か。はい、お、いけそうで、大丈夫かな。で、残り1個はそれですよね。こう、最初、バックで入りたい。危ない、危ない。怖よし。OK。で、ちょっと、くるくるしてる方やな。おっとっとっと、もういけるんじゃない？これ届かへん。まだちょっと届かないか。もうちょい、もうちょいだね。これぐらい。オッケー、届きました。なんとか安全に拾い上げられましたね。193リットル残りは。これで、一個ちょっと後ろに置いときますね。の後のことを考えて。よし。よし。で、切り離してクレーンで押さえときます。で、大丈夫？押さえてるね。一応押さえてるね。よし。こんな感じ。で、帰ります。割と順調だね。今んとこ。はい、調子に乗るところいますか。抜けられる？トレーラーとか引っ張りながらこういうとこ抜けるの嫌やね。はい、はい、よし。とりあえず無事に帰ってこれました。で、もう一個これに積んで、これで、まあ、荷物全部ですよね。大丈夫、どうせずれるから適当に乗せときますよ。よいしょ。でどっちが抑えられるの、これ。あー、ここが引っかかってるね。手前が引っかかってるのか。ちょっとクレーンを立っていって。あっと。こっちに引っ張って。よし。こういう感じにしときましょうか。ね。で、トレーラーはつなげられる？ちょっと遠い。ちょっとウィンチで引っ張りましょう。前に引っ張って、まだ無理。アンカーを、おお、怖っ。よし、これぐらいかな。
いけ、あ、ガッシャンの瞬間がちょっと怖い。よし、これで太陽光発電所までたどり着ければとりあえずは OK。 で、危なそうなとこの辺もちょっと嫌なんだよ。一応ここは開通さしといたんですけど、どうしようかな。こっちが開いてもね、ここが抜けにくいんで微妙。まあいっか、普通にこのルート行く。こっちに行きたいね。でもね、やっぱりね、こっから抜けるか。とりあえずでもそこまでは行かなかな。そこまで。あんだけうねうねしてますからね、道路。途中で落とさなかったらよしとしよう。なるべく左右にぶれたくないんですけど、これこっちやな。わだちに沿って入っちゃうと沼に横転するっていうポイントですよね、これ。こういうトラップですから、これめっちゃ傾いてるでしょ。知らずにね、わだちに沿って運転してたらもうアウトですよ。で、こっからはもう大丈夫かな。44でしょ。危ない、危ない。あ、でも結構デコボコしてる。とりあえずそのポイントまでは行きたい。よし。こっから、こっちですね。右に入って、行けるかな。抜けて、なんとついてきてますね。全部に全荷物がついてきてくれてますね。お、骨張りは大丈夫かな。お、抜けました。危ない。後ろを見てると前が。よし。で、どっち方向かな。ここのさ、こっちに抜けれたらもう別に言うことないんですよね。こっち側はまあすぐ行けるんだけど、この方向か。このルートをちょっと開拓しときたいね。そしたら結構揺れるぞ。そして木があるから通り抜けられるかな、これ。微妙。うわ、めっちゃ微妙やな。キーが結構怪しい。そう、うまいことなってんだよな、ほんま。1個、こっちから入って、日本隣のキーから入る。うん。ですね、ここ、この隙間か。これならいけるんじゃない。角度が急ですが、あ、ちょっと無理がある。ウィンチ使えるよね。でもちょいまっすぐ入らないと無理ですかね。トレーラー引っ張りながらその修正するの難しいな。ちょっと一旦下がりましょうか。大きく入っていかないと。あ、でも木に引っかかってる、あれ後ろ。もうこれ以上下がれないぞ。それでとりあえずいける。よし。うわ、恐ろしい。めっちゃ恐ろしい。よし。どんな運転だって感じ。いけるかな。あ、怖。踏ん張って。からハンドル切って、あ、でもこれ後ろが引っかかりそう、絶対。切り返しとかしたらなおさら。一遍行ってみよう。ここね、
本木があるんですよね、ここ。隙間は通れる。そして後ろもついてきて、無事についてきて。もう見えへんけど。いける？入った？入ったな。よし。で、抜ける。こっち、もうまっすぐでいけるでしょ。いけたんちゃう、これ。いった。お、いったね、無事に。今日こんな荷物編成で抜けたね。このルートが行けるんだったらもう、早いね。この道楽勝やし、こっからひょいっとこっちに移って、こう行けばいいから。いいですね、このルートもなかなか。使えますよ。よし、でこっからこっちですね、そこか。ああ、もうな、大丈夫そうですね。なんとか荷物も落とさずに降りてるよね。大丈夫。今回は割とうまくね、作戦通りに行けたんじゃないでしょうか。納品するのはちょっと面倒だけど、どこ納品場所、どこ、貨物か、ここかな。鉄骨張りを多分あれしてないから、固定してないから出てこないんだよ。ということはどうしたらいい。トレーラー、一旦荷物固定解除。違うな、違う、どうしたらいいんだ。で、解除して荷物を乗せ替えないといけない。はい、とりあえず4つ下ろして、で後ろの鉄骨張りを前に持ってきたらいい。重いよ、重い。忘れて。よし。これでいける？これでいけるかな？とりあえず、ここでいいの？鉄骨割り1個納品する。はい、いけました。はい、で、これいけるでしょ？で、ソーナーパネルをあと4つ納品しちゃいます。固定して納品 OK。 これで太陽光パネル、そんな運んだ。おすおーおーおーおお、できてきましたね。はい、準備万端みたいだな。全部あんたのおかげだよ。うん、報酬としてこいつを受け取ってくれ。お金いらないんですけどね。まあいいか。まあでも残り燃料23だったね。結構いい感じで運べましたね。そしたら、はい、よしか。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。